はい、どうも皆さん、こんにちは。トマチャンネルのトマです。このチャンネルでは、現役エンジニアのトマが、電気電子工学に関連する技術解説を行います。学校で学ぶあんなことやこんなことが、社会でどう生きるのか知ってもらうきっかけとなれば幸いです。ご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、本日のテーマは、抵抗って形とか大きさとかたくさんの種類があって、どれを選べばよいかわからないという方のために、抵抗の適切な選定方法について解説します。抵抗は電子回路では欠かせない部品です。いろんな回路、いろんなところで使われているので、ぜひこの抵抗の選定方法についてしっかり覚えてください。解説の順番です。抵抗値、底核電力、底核電圧、過負荷電圧、そして形状とサイズ、種類、温度特性、その他の順番で説明します。まずは抵抗値とはについてです。抵抗値とは電流の流れにくさを表しています。言い換えるとこんなイメージです。この少年を電流、兵隊を抵抗値と考えます。少年が密集している兵隊を自転車で通ろうとするとどうなるでしょうか。わーいと言ってぶつかりますよね。この少年が通ろうとすると兵隊は邪魔をします。この邪魔をする量を表したのが抵抗値にあたります。それではもうちょっと詳しく見ていきましょう。先ほどと同様に、少年を電流、兵隊を抵抗値と考えます。違いはピョーン越後製菓ではなくて、違いは滑り台が加わったことです。この滑り台は電圧をイメージしています。それでは電圧によって高い位置に移動した少年はどうなるでしょうか。スタート。バーッと言ってこんな感じになります。滑り台によって自転車が加速するので、兵隊の軍隊を通過することができました。これは電圧を大きくすることで抵抗値に打ち勝つことができるということです。なぜかというと、抵抗値が一定の場合、電圧を高くするとそれに比例して電流ですね、この少年が多く流れるようになるからです。それでは先ほどのイメージを回路に置き換えてみましょう。電源に LED を直接接続するとどうなるでしょうか。 LED にはたくさんの電流が流れて壊れてしまいます。 LED が壊れてしまうので、この接続はやめましょう。 LED を壊さないためには、流れる電流を制限すれば良いわけです。抵抗値とは電流の流れにくさを表しているんでしたね。そうしたら抵抗を使った接続はこのようになります。この状態では抵抗によって LED に流れる電流を制限しているので、 LED は壊れません。このように抵抗は流れる電流の大きさを制限します。次に抵抗値の値について見ていきましょう。抵抗値の決め方は、等比数列に基づいた E 系列を採用しています。 E24 系列より大きい系列は入手性が悪くなる場合があるので、 E24 系列以下で設計すると製造面でとても有利です。ここに E24 系列とか48系列とか96系列の数字が書かれています。そしたらこの系列にない乗数というのがあった場合、欲しい抵抗値がない場合はどうしたらいいのでしょうか。答えとしては、2つ以上の抵抗値を用いて直列接続する場合、またはこのように並列接続してない抵抗値を作らなければいけません。底核電力とは、抵抗が消費することができる最大電力を表しています。
抵抗値 R に電圧 V を引火した場合、その抵抗で消費される電力 P というのはこのような式で表されます。この電力の最大値が抵殻電力として規定されています。それでは抵抗の抵殻電力とはどのような種類があるでしょうか。抵殻電力の種類は、超信号用では6分の1ワット、4分の1ワット、あるいは2分の1ワットというのが、あたりが秋月電子で入手しやすく一般的です。大電流用途となると、このように10ワット、50ワットと数十ワットを超えるものもあります。抵殻電力は分かったけど、どうやって選べばいいの？という方のために、詳細を設計する場合は、周囲温度、抵抗の発熱、温度特性などのディレーティングを考慮して部品選定を行う必要があります。最初のうちは、消費電力に対して2倍以上の抵殻電力を持つ抵抗を選定すれば OK です。次に抵殻電圧についてです。抵殻電圧とは、抵殻周囲温度または端子温度において連続して引火できる直流電圧または交流電圧の最大電圧を表しています。抵殻電力を P、 抵抗値を R から引火できる抵殻電圧が算出できます。その抵殻電圧 V はこのようになります。この計算式から抵抗が高ければ高いほど素子に引火できる電圧というのが高くなりますが、無限に高くなるかと言われれば決してそうではありません。高い抵抗値の抵抗であっても、ある一定以上の電圧を引火すると過電圧によって部品が破壊します。そこで常識で計算された結果と最高使用電圧を比較し、いずれか小さい方の値を抵殻電圧とします。それでは計算例を見ていきましょう。抵殻電力を 1W、 抵抗値を 1MΩ、 最高使用電圧を 200V とします。先ほどの抵殻電圧を求める式に当てはめて計算するとこのようになります。計算結果は 1000V となるので、抵殻電圧は 1000V となります。この状態では最高使用電圧と比較して抵殻電圧が高い状態となります。ここでポイントとなるのが、最高使用電圧が 200V のため、この製品の抵殻電圧は 200V までしか使用できないことです。この抵殻電圧の計算式と最高使用電圧を比較して大きいか小さいかの2パターンがあります。これのいずれかが小さい方を抵殻電圧としますということで、 1000V まで使えず 200V までしか使えないよということです。ちょっとわかりづらいので、図にするとこのようなイメージになります。このグラフは何を言ってるかというと、抵抗値が大きくなったら本来は抵抗が大きくなるので、この抵殻電圧というのも大きくなるんですけど、その値に上限がありますよということを意味しています。ちょっとまたややこしいのがあって、過負荷電圧というのがあります。これは何かというと、短時間過負荷試験というのがあって、まあ、5秒間だけですね、引火可能な電圧というのをですね求めるのがあって、まあそれはだいたい定格の 2.5 倍であったりします。そして過負荷電圧の最高値のことをですね、最高過負荷電圧というふうに言います。これはあんまり使わないので、まあちょっと覚えておくぐらいで、こんなのがあったんだと覚えておくぐらいで OK です。次に形状とサイズについてです。形状とサイズはリード付きか表面実装品のいずれかから選択する必要があります。ただこの形状に関しては回路基板のサイズに制約がある場合が多いので、あらかじめ決まっていることが多いかもしれません。
アンダゴデを使わずにブレッドボードでサクッと実験したいときには、こちらのリード付きですね、を使うのがいいです。ブレッドボードとは、抵抗やトランジスタなどの電子部品やジャンパー線をボードの穴に差し込むだけで、ハンダ付けをしなくても手軽に電子回路を組むことのできる基板です。見ての通り、表面実装品ではリード付きがないので、ブレッドボードで使用することができません。表面実装の IC をブレッドボードで使うには、このような変換基板が必要です。この変換基板を使えば、表面実装品もブレッドボードで使うことができるようになります。抵抗の種類についてです。抵抗の種類には、カーボン、金属被膜、巻き線の3つのタイプに分類することができます。カーボン被膜はリード付きの抵抗として最もメジャーな抵抗で、電子工作なのでよく使われますね。カーボン抵抗の長所は何と言っても安いということなので、大量生産に適しています。短所は抵抗値のばらつきが大きいため、高精度の抵抗値を実現することができません。また、リード付きがついているため、高周波においてはインピーダンスが高くなりやすいです。そしてこの金属被膜は、カーボン被膜抵抗と比較して抵抗値の精度が高いことが長所です。抵抗値の精度が高いことに加えて、温度係数が小さいことも長所です。温度係数については次のページで説明したいと思います。短所は金属被膜のため、このカーボン抵抗と比較すると高価になります。次に巻き線についてです。巻き線タイプもいくつかのタイプがあるんですけど、ここではこのメタルクラッド抵抗というのを記載しています。この抵抗は電力回路用です。長所は外装にフィンがついているので、金属ケースにネジ止めすることで放熱効果を高めることができます。ファンの風を当てることでさらに放熱効果を高めることもできます。次に温度特性についてです。温度特性については抵抗温度係数というのがあって、温度によって抵抗値がどのように変化するかを表すパラメーターで、単位は ppm パードとなってます。この ppm というのは100分の1ということになります。抵抗値の変化によって回路に入力される電圧や電流も変化するため、制御に大きな影響を与える可能性があります。100ppm ってどれぐらいの抵抗値が変化するのかイメージ湧かないので、練習問題を用意してみました。この問題どこかで見覚えありませんか？これは高校物理の抵抗率の温度変化で出題される問題です。問題を見ていきましょう。基準温度、括弧周囲温度、TA25°の時、抵抗値 R0 が10オームでした。この抵抗が75度に上昇した時の抵抗値 R は何オームになるでしょうか？そして、抵抗値温度係数 α はプラス 100ppm パードとして計算してみようという問題です。計算式はこのようになります。そしてそれぞれの値を入れて計算するとこのような結果になります。温度が25度から75度、50度ですね。上がった時には抵抗として0.05 オーム大きくなるということです。この値としては非常に小さい値なので、ここまで気にする必要はありません。抵抗温度係数の中にはですね、この正のプラスの ppm であったり、負マイナスの ppm というのもあるので、アプリケーションによって適切なタイプを選定する必要がありますので注意しましょう。最後にその他についてです。1つ目は、高周波回路を設計する場合、周波数特性を考慮して部品選定をする必要があります。
こちらのグラフは横軸が周波数、縦軸は抵抗値を正規化されたものになります。50オームの抵抗のところを見てみましょう。周波数が 3GHz 以下であれば、抵抗値は50オームになっています。しかし周波数が高くなるにつれて、50オームであった抵抗が大きくなっていることがわかります。つまり一定の周波数以上になると抵抗値が変化することを意味しています。そして2つ目は電流雑音です。電流雑音というのは低周波領域で顕著に現れ、抵抗の材料や構造に依存します。光検出回路や心電計など微小電圧を扱うアプリケーションでは、この電流雑音が SN 比劣化の主要因になりますので注意が必要です。ということで本日の解説は以上となります。いかがだったでしょうか？抵抗の選定方法について理解できましたか？電子工作に必要な知識を学びたい方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次回の動画で一緒に学んでいきましょう。またねー。トマチャンネルでは電気電子工学に関する様々な動画を配信しています。役に立ったらぜひチャンネル登録をお願いします。